はい、今日は普段 YouTube をご覧いただいているあなたに特別なご案内をさせていただこうと思います。味噌作り講座です。味噌作り講座ですね。あなたは味噌ってご自身で作られたことはあるでしょうか？私は去年ですね、味噌作りを始めて半年、1年ぐらいで食べ始めることができて、今ではですね、うちの味噌は全部自分の手作りのものしか使わないようになりました。とても美味しくて腸内環境が、整っていきますので、美肌効果、あとは、作るのも楽しいっていうメリットがありますので、ぜひですねこの機会に一緒に作れたらいいかなと思います。まあ今回やろうと思ったのは、うちの味噌がなくなってきてしまってだいぶ減ってきたので、そろそろ作り出さないと、熟成期間が半年から1年くらいかかりますので、ちょっと危ないなと思って、どうせならあなたと一緒に味噌作りをしていきたいなと思いました。うちでやります。私の自宅でやりますので、ぜひ遊びに来てください。新札幌駅、 JR 新札幌駅ですね。そこから歩いて徒歩2分ぐらいのとこにありますので、まあ、誰でも簡単に来れるかなと思います。電車でも車でもお越しいただければ嬉しいかなと思います。まあ、大体3時間ぐらいを考えてて、先着5名様ですね。もう2名埋まっちゃったので、あと3名様ですね。ぜひ、私に直接お会いしたことがない方でも、あとは最近しばらくお会いしてない方、治療院をお休みしている方ももちろんですし、もちろん今実際に来ていただいているあなたでも、誰でも味噌作り、一緒にできれば嬉しいかなと思います。私と私の子供と妻も一緒にやりますので、ぜひですね楽しみながら楽しい味噌作りをしていければと思います。はい、明日までですね、申し込みは明日まで、にしようと思います。味噌とか大豆と塩と麹を注文しなければいけないので、ぜひお早めに、ご連絡いただければと思います。はい、わかんないこととかあればご質問ください。本日の動画は以上です。本日もご覧いただきありがとうございました。あ、忘れてた、費用は3000円ですね。2キロで3000円、3キロであれば4000円って形でやろうと思ってます。ぜひ、まあこの中にですね、大豆材料費全部含んだり、あとはそれを持って帰るような容器だったりっていうところも全部入れて、もちろん作り方も、ご指導しますので、そんな感じで一緒にやっていきましょうって感じでした。はい、以上です。本日も動画をいただきありがとうございました。